クイーンズクライマックスシリーズ戦第9レースを制しましたのは清野翔子選手です。それではご登場いただきましょう。どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今お気持ちどうでしょうか。いやもうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、はい、素敵な映画を見せてくれました。はい、ではレース見ていきたいと思います。本当にあの展示でいいタイム出てますよね。そうですね、あの、うん、ちょっと今日整備して、はい、あのめちゃくちゃ感じが良くなりました。はい、具体的にはどのあたり上積みできたんでしょうか。もうターンの押しが全然、まあ、昨日も進んではいたんですけど、はい、あのいいエンジンって言われるほどではなかったので、もうちょっと底上げしたいなと思って、はい、良くなったと思います。はい、であの乗りやすさもあってっていう感じですか。そうですね、昨日の後半ぐらいから乗り心地もしっかりあのよくはなってたので、はい、あのもうちょっとしっかり合わせたいなとは思うんですけど、はいはい、でこのモーターなんですけれども28号機、はい、師匠がね11月に引いてますよね。そうですね、はいはい、師匠から弟子へ受け継がれたわけですね。はい、はい、で今こうプロペラの形っていうのは、はい、本当にこういい形になってきてると言えるんですか。そうですね、ここ最近すごいスムネ走らせてもらってるんで、はい、そういうっぽい感じにしてます。あ、もう自分の中で調整つかめてるんですね。つかめてはないんですけど、まあ、こんな方が乗りやすいなっていうのは、はい、結構走ってるんで、はい、なんとなく、はい、なんとなくです。本当に積みないはね、デビュー初優勝の地ですね。はい、そうですね、はい、本当にイメージよく。そうですね、引きがいい、エンジンの引きがなんか積みないはすごいいいなと思います。それに加えてやっぱりね、瀬戸選手の調整力も合わさっての結果だと思います。エンジン様様です。はい、はい、そして、まあ、明日以降に向けての調整なんですが、はいはい、もう微調整でいけそうな感じですか。そうですね、はい、だいぶいい感じになってきてるんで、はい、回転調整を乗り心地を求めていきたいと思います。はいはい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、明日も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。大人気です。それではですね、カメラさんよくなっていただきたいと思います。師匠にもいろいろアドバイスもらってきました。はい、あ、そうなんですね。では最後カメラに向かってポーズお願いします。見事制しました、瀬戸選手。